ファーディナンド・アイズ・ペック、1900、ファーディナンド・アイズ・ペックは、米国入りの一周シカゴの富裕な実業家、慈善家で、シカゴのオーディトリアムビルの財務を担ったことで、最もよく知られている。1830年に、ロードアイランドからシカゴに移住し、不動産で財を成したメアリー・ケント・ペックと、フィリップ・ F ・ W ・ペックの間に、罰師として生まれた。父の死後に兄弟とにその財産を相続し、 シカゴでも冬な一族となった。ファーディランドは高得心の持ち主でシカゴの多くのプロジェクトに関わった。また、イリノイ人道者協会の設立者であり、教育委員会の一人としても姿勢に関わっている。さらには芸術のパトロンでもあり、とりわけ労働者階級がハイアートに接することができないかに関心があり、そのために彼は1885年に、 シカゴグランドオペラフェスティバルを組織したのである。このフェスティバルからさらに自らの理想を最も永続的に表現的できないかを模索し始め、ヘイマーケット事件直後、ジオーディトリアムビルとなるものについて本格的な計画を練り始める。この理想を実現するために、ダンクマール・アドラーとルイス・サリバンに仕事を依頼したが、もともとこの二人にはグランドオペラフェスティバルの空間を任せた。 間柄であった。この建物の講師となりかつ中心となるビジョンをペックは提供し、最終的にこの建物は彼と建築家たちの理想を反映するものとなる。シカゴ南西部には今も彼の名を冠した小学校が存続する。ありがとうございます。